みなさんこんにちは、ようです。やつめうなぎです。はい、前回なんだっけ、さよりだ、さよりの死を受けれなかったらなんか振られて、ゆりの死も受け入れなかったらやっぱり振られて、で今回ゆりの死を受け入れたとこまでタイムリープしてきました。お前タイムリープしてね。うん、これもミリシラうんとか言うミリシラだから素直君と過ごしたふんふふんふふふふふ抱きしめよう。ミリシラが多すぎる。うん、まあ、いい作品だよ、時かけは。そんなわけで、このね、夏希がね、ゆりがここで死んでる状態なのも知らずに、たったいまーって帰ってきたよ。そう、文化祭をウキウキ楽しんでいて可愛い。まあね、吐く可能性があるから、うなちゃん目閉じといて。うん、はい、閉じます。で、あれ、一番乗りじゃないんだ。あんたそこで何を。あー、この顔は吐くぞ。ひゃっ、違う、俺は何も。あ、やっぱ吐いたわ。あ、吐いた？大丈夫、吐いてどっか行ったから。きれいきれい。きれい。床汚そう。そうね。あ、文化祭でせっかく食べた。あ、土砂物の跡。上の階か。土砂物の跡。ゲロ吐きながら上がってったの。上の階に追っかけない。ヘンゼルとグレーテルかよ。こんな汚いヘンゼルとグレーテル嫌だよ。しかも自分が殺してないことを証明しに上に上がってて超怖いんだけど。なるほどね。え、突き落とさないこれ。やば。そんな目で見ないでよ。結構傷つく。そんな目で僕を見るな。やだ。まあとりあえず2人とも落ち着いて。あ、ガチ恋距離だ。賢い距離だけど怯えてるからさ、あれ思い出すんだよね。日暮らしのさ、さとこちゃんが人殺しっつってさ、ケイチくんから逃げて、ケイチくんが頑張って、こう、うん、俺じゃないみたいな、お前守ろうとしてって追っかけてるし、うん、その後橋から落ちるんだけどね、ケイチくん。うん。かわいい。かわいい。やっぱ夏希かわいいな。かわいいな。あ、やっぱさとこの属性あるよ。あ、ダメ、パパ、俺にパパを重ねないで。やだー、心が痛い。俺は2位になるからパパじゃないもん。え？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 なになになに？え？やめなよ。え？なつきとさって言ったで。はじゃないよ。笑っ、もうゆりちゃんかお前は。え、これ下では普通ににぎやかに文化祭、文化祭の日にあの子飛び降りたの？学内騒然じゃない。一応セーブしたからどっちも見れるけど、夢行く？夢行こっか、なつき。なつきにも振られよ。そういうゲームだからこれ。俺の部屋だよ。よしよしした後こっぴどく振ってくれ。あんた気持ち悪いのよとかでいいじゃん。気持ち悪いのよあり。言われそう。あのね。かわいい。こいつの夢がすごいね。ギャルゲっぽくてリアルだね。すごいギャルゲのだね。まあ、ギャルギャだからね、これ。うん。ああ。かわいい。気持ち悪い。この、上げてから、落として、ね。この確か文章の次に来るよね、落とすの。うん。あ、来る。いや。これ思いっきり否定して、あ、最高、ありがとう。いやって言われた。いやって言われた。シンプルながらも、この高い、高いこのね、嫌悪感を表す、大変なんでしょうね。今までさ技術点が高いですね。今まで無理、ごめんなさい、嫌だよ。うん、うん、
モニカになって振られんの？シンプルながらもこう的確に傷つく言葉を選んでいる感じがいいよね。女の子だね。うん。え、何？また明晰夢？こんな昼間に寝ないで文化祭楽しもうよ。白昼夢か。 75% 超えた。スチル回収率のことか。やるじゃん。やるじゃん。やるねー。何が？わかんない。やるらしいよ、俺ら。やべ、来た、モニカ。あ、モニカ。ゲイエイ、ゲとか言うじゃん。ごめん、ごめん。ゲとか言っちゃった。やっほー、モニカ。愛してるぜ、今日も。かわいいね。モニカ、おしどう。久しぶりだね、ほんと。1ヶ月半くらいぶり？ね。ほんと。お邪魔します。あ、来た、これ。すごい、数えてるんですね。え？ここでモニカがやってしまったら、どこにも戻れなくない？確かに。ああ、早くない？選択肢。結構モニカ適当じゃない？まあまあさ、振られてから戻ろっか。え、モニカが私たちってそんなことある？まあ夢だし、振られようぜ。モニカにもヘドが出るとか言われようぜ。あ、そうだね。とか言われたことあるし。言われたことあったわ。あなたといるとヘドが出る。ヘドが出る。それでも好きなの？うわー、ええー、よー、勝ち恋距離だ。わっ、かわいい。かわいい。チキエンだよ、モニカ。俺をまっすぐに見ないでくれ。やっぱこの距離でモニカに見つめられる。画面越しとはいえちょっと。なんか魂を直視してる感あるもんね。うん。キャラじゃない。見ないでってなる。覗かれている。モニカ抱きしめちゃったよ。なかなかないね。対象外なのに。攻略外だわ。初めてだね。モニカに直接触れるなんて初めて。今から振られますよ、俺たち。心の準備はいいかい？はい。いくよ。はい。振るんじゃなくて、ネタ発言。はい。いやー、やっぱモニカブレなくていいね。やっぱ好きだわ。うん、俺をドッキリさせた女はお前が初めてだからな。おめえ、面白い女。世にこうされてときめかの女を。違う、ときめかねえわ。おちの女になった。帝を。なんか帝ときめかせちゃった。もうすぐ終わりだって。まだパート2なのに。まあでもこれそんなに長くはないというの。なんかすごいも長いモッドがあるらしいね。なんで？仲良くしなよ。決着をつけてやる。そんな顔怖いわ。言われてるよ。怖くないよ。ニコニコしてます。フェイスリグもバッチリ笑顔で読み込んでくれてます。これをクラさん怖いわ。これモニカとヒナ君の直接対決みたいな。ファイト。ガン。俺の負けだ、モニカ。負けを認めた方が負けるからね、男気じゃんけんは。男気じゃんけん。こんな確信に触れる会は怖いぽよ。穏やかじゃないね。そうだね。ちょっとはぐらかさないでよ。
あ、やっぱり。じゃあ、ゆりとなづき殺す意味なくない？そうだね。まあ、でもなつきは、なつきはまあ事故だよね。うん、あれは大丈夫、事故、俺悪くない。怖っ。なんか探偵物みたいなゲームになってきたね。そうだね。こいつ、オタク特有の早口やな。モニカ、お前が憎い。叫んだ方の負けだよ、こういう場では。どうする？今んとこさ、上の選択肢が間違いだから、うん、間違ってるのから俺回収したい。うん、うん、じゃあ上からお前がやったんだから。こんなこと言いたくないんだよ、モニカターン、ごめんね。ちっちゅ。あー、消される。モニカ消された。モニカ消えた。どうした？この…あ、違うか。それは元々の文章か。もしかしてさ…あ、モニカいない。あ、もしかしてこれ…セーブデータが…なくなっちゃってるかな。で、ロードゲームできないもん。そっか…あちゃー、合ってる方選んだっぽいな。ね、まあ、しょうがない。やっちまったな。行くか。行くぜ。行くぜ。行こうぜ。画面見たくないな。窓見てよ。あ、さよりだ。待ってよ。大声で叫びながら、さよりが走り寄って。一番最初のやつだ。うん。でもこの後なんかさ、バグったさよりかなんかが出た記憶がある。うん、一応今んとこ昨日から付き合ってるさよりが大声で走り寄ってきた。マジで？かわいい。寝坊しちゃった。追いついたし偉いよ。あ、なんか彼氏彼女みたいな会話してる。あ、そっか、文化祭かこれ。あ、モニカがいない。セーブとかできないんだけど。頑張って急いでいく。だって上げて落とすゲームだからさ、怖いんだよな。うん、タンバリン叩いとこう。うん、怖い、あなたも怖くない。魔法のタンバリン。イエーイ。すぐ殺すっていう高校生。なんか夢っぽいな。合ってた。間違いから見たかったんだけどね。やめてよ、いきなり話しかけないで。第4の壁をすぐ越えてくるな、このゲーム。振り向く、こっち見ないで。やだ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 、見えない、見えない、聞こえない。誰かいる？いや、あんただってそう思うだろ。まだ真っ暗。よし、もう一人のヒナ。ヒナ残念、二人いるんだな。相棒。もう一人の僕。あ、なんか消してる。いや、流してる音楽。わ、流してる。エンディングか。あれ、この曲好き。あれ、モニカが。モニカがいきなり。モニカいないから歌が。ダメやんよ。やばい、モニカいないから歌がない。説明。モ
もう忘れた。終わりー。あれバッドエンド選んだらどうなったんだろう。終わった。こんなスチルはなかったぞ。こんなスチルはなかったぞ。記憶を捏造しないで。結局白衣の男とかよく分かんなかったね。ね。バッドエンド言ったら分かんのかな。まあでもただの夢の可能性もなきにしもあらずだよ。じゃあうなちゃんも揺らしといてあげるね、なんか手動で。うん、ありがとう。雑っ。高い高いみたいな。ありがとう、面白かった今。二人でね、動いてる風にしてみた。ほら、高い高い。モニカいいね。愛して。モニカがいない。これ本当にハッピーエンドなの？モニカいないで。まあでも、もともとみんなを殺すのが目的のゲームなら何が、あれでもこれ回収したのに、モノクロになってる。消さないで。やめて。もう一回インストールするのめんどくさいんだよ。ごめんね、その説は本当に。いえ。終わり？マジ？まあでも、でもこの元にもファーストラン、ファイルあるのかな。うお。さよりだろ。さよりの S、怖いな、画面見んの。押すけど。サヨリの S だな。あ、スクリプトファイルが見つからないか破損しています。ゲームを再インストールしてください。またそのパチーン。だーんだ。もう一回開いてみよっか。そうだね。すぐ何でもやる。あ、でも、きっとまたゲームを再インストールしてくださいって。私たちバッドエンド見てないからさ。ああ、やっぱり。ああ、ダメだ。くそ。データをいじくってしまおう。もう慣れたもんよ。慣れたもんよ。まあじゃああれだよ、全部正しいエンド選んでバッドエンドだけ一回あたり取ってみようか、うん、そうだね。じゃあもう一回 DDMC をあれしよっか。そんなわけでこの動画はパート3になるのかな。そしたら次が、そうだね、次3だね。次のバッドエンドまでまた会おう。ダダッダダ。バターを、バターをって書き込まれるやつだ。ダダッダダ。ダダダダ。お風呂好きでした。さあ行こう、スイちゃん。お風呂に。